海と日本プロジェクト in 徳島。7月27日、徳島市の吉野川でサップ体験が開催されました。このサップ体験は7月26日から3日間行われた吉野川フェスティバルの水上イベントの一環として行われました。参加者はスタッフからライフジャケットの着用方法や乗り方を教えてもらった後、ボードに乗って川に出ました。この日は少し風があったものの、強い日差しもなく、サップに適した穏やかなコンディションでした。波があって難しかったけど楽しかったです。いろんな生き物とか観察できたりするイベントがあったり、こういうサップとかカヌーとかのイベントがあって、すごいいいところだなと思います。このサップ体験は12回目となり、ファンライド徳島のスタッフを中心に開催されています。参加者は初めは緊張した表情でしたが、水上に出るとすぐにうまくボードを操れるようになり、スタッフらと共にとても気持ちよさそうにサップを楽しんでいました。私一番に自然っていうところなんですけど、最近その水で遊ぶっていうことが少なくなっている現状なので、僕たち大人がこういうことを楽しんでるっていうのも子どもたちと一緒に楽しめたらなと思います。やはり水辺のスポーツっていうところにおいて、陸上ではないっていうところ、安全第一なので、ライフジャケットの装着であるとか、いかに自分がどこに入っているかっていうのを認識して、天気予報とか気象情報ですね、そこをしっかり把握して遊んでいただきたいと思います。そうですね、子どもさんが始めるときにはまず親御さんが一緒についてするっていうことが大事と思います。海と日本